誰が来るかと思うだろ。お前とはな、てっきり平助が土方のとこ行くと思うとったが。何をしている。伊藤のところへ向かったんじゃないのか。安心せえ。平助がお前らの患者やったっちゅうことはわしの胸にしまっとく。それより一緒に酒でも飲めんか。どういうつもりだ。取引したんや、あんたらと。なんだと。伊藤藩は泥船、ね、この前とわしも五両英治も坂本龍馬に栄養に利用されてしまいや。ならいっそ長州にでも雇ってもらった方がええや思うてな。長州だと。お前らカズラとつながりあるみたいやねえか。わしと五番隊の連中面倒見てもらえるよう取り継いでもらえへんやろか。武田お前、それとも平助みたいにここでわしにもてあそばれるだけもてあそばれて捨てられるか。好きな方を選べや。やっぱ女子の汗は口に合わん。相手するのは平助みたいな若い男に限るわ。お前がゲスでよかった。うん、口封じのためじゃない。何の躊躇もなくお前を殺すことができる。やる気なんか。答えるまでも。そうか、残念や。こないなところで割るほどの男殺る人はないやけどな。あの井上源三郎を殺した中へ坂本龍馬って男にもろたか。なんだと。自動装填式大口径弾、最新の軍拡兵器の前じゃ剣術など意味がない。それを証明したるわ。そうか、ならその銃も仇の一つというわけだ。一瞬や。勝負は一瞬で決まる。死ぬ覚悟はできとんな。いつでもいいさ。来い、死んだらぜこのボケや。Yeah!
お前ら。何してるんだ、起きた。東堂平助はここ油小路で新選組に襲われ、武田官流祭と共に御領絵師として死んだことにする。何だと？どういうことなんだ？それが平助の遺言や。平助は自分が新選組の患者やということを伊藤に悟られんようにするため、ここに遺体を運んでくれと。あいつは最後まで近藤さんから与えられた使命を守ったんや。もう後戻りはできひんね、はじめちゃん。起きた。坂本龍馬ははじめちゃんに譲ったろ。せやけど万が一あんたが兄弟に情が移ったりした時は、躊躇なくわしが二人の坂本龍馬を斬る。それでええな。ああ、明日の夜全てに決着をつける。坂本龍馬の歴史は大宮で終わらせる。絶対。